はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。ワウコリアというね、コリア専門のサイトみたいなのがあって、そこに8日19時37分に出た記事がありまして、キム・ジョンウン氏11日に列車でロシア訪問か、現地で受け入れ準備の動きということでですね、ウラジオストック連合ニュースという、連合ニュースというお隣さんのですね、ニュースサイトですね、通信社です。北朝鮮のキム・ジョンウン国務委員長が11日にロシア極東ウラジオストックを訪問する模様だと。キム氏のロシア訪問は2019年4月以来で、同地で開かれる国際会議、東方経済フォーラムに出席するという、複数の現地関係者が8日昨日ですね、明らかにした。現地関係者というのはウラジオストックの関係者ですね。専用列車で11日にウラジオストック駅に到着。これね、さっきも別の動画で言ったんですけど、北朝鮮の補選事情が悪いんでね、おそらく20キロか30キロでないと走れないんですよ。そうすると今日の晩に出てギリギリちゃうかなって感じがするんですけど、どうなるのか知りませんけどね。リムジンに乗り換え、会議が開かれる極東連邦大学でしょうかね、これね、に向かう日程で準備が進められているという。現地関係者は、キム・ジョンウン氏の到着は午前なのか午後なのかは分からず、状況により日程が変更される可能性があると聞いたと話した。つまりこれはですね、要は今日なんかね、レセプションがあるそうなんですよ、75周年かなんか。それ終わってからですね、向かうというなんで、途中線路の状況が良ければどんどんどんと行くんですけど、どっかでやばいでとかってなるとですね、日程が変更されるかわからんということですね。飛行機で行ったらええやんと思うでしょ、実際そうなんです。でかろうじてですね、北京との間にはですね、コリア航空というのが飛んでるんですね。で、昔は定期便やったんですよ、コロナ前は。で、最近はチャーター便になってですね、不定期に飛んでるそうなんですね。でですね、要はそれしかないんですね、はっきり言って。で、北京に行くのとウラジオストックに行くのとそんなに変わらないと思う、距離的にはね。むしろウラジオの方が若干近いかなと。だからコリア航空に乗ってたらええやんと思うんですけど、キム・ジョンウン君ですね、お父ちゃんもおじいちゃんもその代からですね、極端にですね、飛行機嫌いなんですよ。キム・ジョンウンが飛行機に乗ったというのはですね、2018年やったかな、シンガポールでですね、当時のトランプ大統領と会談をしたんですね。その時に中国が用意してくれたですね、なんたら航空、中国アシアの航空かなんか、アシアのチャーなんとか、なんたら航空の飛行機を借りていったということがあります。それだけちゃうんかなと。あとはですね、ハノイに行った時は、ハノイでトランプと会談したのは19年やったような気がするんですけど、その時はですね、中国国内をですね、3日ぐらいかけてですね、列車で行ったんです。なんで嫌いかというと、多分飛行機に乗るとですね、落とされるというのを嫌うんでしょうね。北朝鮮の上空においても制空権はないんですね。時々アメリカ軍の飛行機が飛んだりするんですよ、北朝鮮上空。いや、ほんまですよ。で、それでアメリカが落とそうと思えば落とせるわけですね。あとはですね、プルゴジンさんじゃないけど、もう爆弾を仕掛けられると、飛行機の中に。そうすると割と簡単にですね、落とせるでしょ。で、ほぼそんなの墜落したら生きているっていうことはありえませんからね。なんで、そういうこう、事件を恐れてですね、飛行機には乗らないと、列車で行くということになった。なんですけど、どうやら11日か12日に着くと。まあ、これはですね、どっちから漏れてるのかなという感じですね。北朝鮮から漏れてるのか、そのウラジオ側から漏れてるのかというのは、よう分かりません。プーチン氏と キム氏の首脳会談は12日に開かれる予定と。ふーんという感じですね。12日にプーチンはですね、ウラジオに来るんですね。プーチンの予定ってなかなか明かされないんで、これ珍しい話ですね。まあでも国内行事であって、海外から客も来るんで明かさざるを得ないんでしょうね。北朝鮮
側先発隊の現地は確認されていないものの、キム氏の訪問が2日目で移動経路も同じであるため事前の点検事項が少なく、先発隊が直前に到着しても問題ないとの見方が出ていると。さて、まあ、この後いろいろ書いてあるんですけども、これね、さっきも言ったように情報はロシア側と北朝鮮側と両方から漏れているはずなんですね。で最近ね、北朝鮮関係のニュースを見ているとですね、結構詳しいんですよ。結構詳しい、詳しくですね、こう漏れてるんですね。でこれはですね、まあ、アメリカがですね相当数北朝鮮情報を得ているということであって、でさらに言えばですね、相当数得てる情報をですね、漏らしてるんですよ、意図的に。なぜそんなことをするかというと、アメリカはですね、ブーにですね、お前のことが俺ら分かってんねんぞって、ここにおったやろ、あそこにおったやろという、そういうことをですね、ばらしてですね、いわばビビらしてるわけです、簡単に言うと。簡単に言うと、俺はいつでもお前の斬首作戦実行できんねんで、とか、そういうメッセージなんですよ。だからお前はあんまり無茶するんちゃうぞと、アメリカのそばまでミサイル撃ち込むんちゃうぞ、分かってるやろなと、その辺で火遊びしとけよと、せいぜい日本からやっとけとかですね、そういうメッセージなんですね、逆に言うと。で、ビビりですから、あのブームはですね、それにビビって、あかんのとかって、じゃあ日本海だけにしとこうとかって でロフテッド軌道とかやってるんだと、というのは私の見立てなんですけども、かつてなくですね、アメリカはブーの周辺情報を握っています。でどこから漏れているのかよう、それは分かりませんけども、複数はいるはずなんです、4人や5人はいるはずなんです。というのはどういうことかというとですね、なんでそんなアメリカに情報を漏らすって危険極まりないことなんですね。なんでそれがですね行われているのかというとですね、その漏らしてるやつ、アメリカのですね犬になってる北朝鮮の高官というのはですね、キム・ジョンウン政権の崩壊を見越してるんです。このブーが、ブーの政権が崩壊してですね、いわゆるまあ独裁が崩れてぐちゃぐちゃになった時にですね、自分は助かろうと、まず自分は助かろう、あわよくばアメリカのバックアップで自分が成り代わってトップに立とうというようなことをですね考えた人間がアメリカのエージェントになっているというふうに私は想像しますけどね。でそういうやつらが何人もいるということはですね、もうこの政権あかんでというふうに北朝鮮の高官が何人もそういうふうに考えているということではないかなと。つまりあの国の崩壊はですね、内側から見ててもですね、そろそろやばいでと、始まんでと、崩壊が始まんでということではないんかいなと思ってしまいますね。かつてこれくらいね、北朝鮮の首脳部の情報が漏れるということはなかったんですよね。つまりそんなエージェント、アメリカのエージェントになってもええわというやつがいなかったんでしょうね。どういうルートでの、どうやって情報を漏らしてるのかとか分かりませんよ。ものすごい昔ながらのやり方をしてると思うんですよ。北朝鮮国内にですね、アメリカ人は一人もいませんから、理論的に ね、だから何かのルートを使ってるわけですよ。例えば中国大使館ルートってのあるかもわかんない。つまりですね、中国大使館の誰かがですね、アメリカのエージェントなんですよ、北朝鮮にいる。でそこでですね、アメリカのためにですね働いてるわけですよ。ものすごいややこしいけど、ありうる話なんですよ。だからね、今ね、平壌あたりではね、昔の冷戦期のね、モスクワみたいなね、スパイの活動が行われてるかもわからない。北朝鮮国内のネットはほぼ全部監視されてるでしょうから、ネットなんか使えないですね。だからヒューメンというのは昔なんかこうメモを書いてどっかにこうボックスに仕込んでおいて、それをこの中国大使館がやってきたらヒュッとこう取ったりとかまあそういう昔ながらの50年以上前のですねスパイのやり方がですね、そのまま使われてるんちゃうかなと。ぜひ実態を知りたい。
あの何年か経ったら分かると思うんですけど、それその時私がまだ生きてるかということですね20年後30年後に分かっても30年後は確実にいないと思うんですよね。20年後でも多分怪しいですね。10年以内ぐらいにそういうのも全部ですね、赤裸々のごとくですね、誰かが語ってくれればいいんですけど、10年では無理かもしれませんね。まあ今は想像してニヤニヤするしかないのかも分かりません。このワウコリアのですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。